東京ヤクルトスワローズ対福岡ソフトバンクホークス。さあ注目の立ち上がり、トップバッターは川島。川島背番号第9。チェンジアップ決まってストライク。まずは見送りました。打った、センター前に出る、ヒット、バッターランナーは一塁蹴って二塁へ。川島、いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。初球決まってストライク。ファーストランナーをちらっと見て、インロー、チェンジアップ外れてボール、カウントワンボールワンストライク。打ちました、あっと引っ掛けた、リベロバックしていった、掴みました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。左バッターボックスは3番柳田。第9、初球見送ってストライク。第2球打った、第3球を投げました、打ちました、荒木交代、切れていきます、ファール、投げました、打ちました、ファール。次は5球目、打った、キャッチャーの頭上フラフラっと上がっている、取りました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。投げました、ボール、これは外れます。第2球投げました、打ちました、山田取った、1塁へ送る、アウト、3アウトチェンジ。ホークススコアボードに0の文字。1回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。先頭バッターは坂口、インサイド決まってストライク。第2球投げました、ストレート見送ってストライク。軽く追い込んでまいりました。追い込んでから第3球を投げた、サークルチェンジ、空振り三振、和田ナイスピッチング。第9投げた、見送ってストライク。第2球打ちました、レフト前に出る、ヒットになります。山崎ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。投げた、1球目ストレート空振り、一塁へ一つ牽制球を送りました。さあ次の投球、山崎走った、キャッチャー二塁送球、間に合うか、ランナーを二塁に進められてしまいました。第3球を投げた、空振り三振、バットアウト、和田見事なピッチングです。初球打った、レフトへの当たり、ワンバウンドヒットになる、ボールは中継、スワローズまずは初回先制、1対0。バッターは5番リベロ。第9投げた、初球サークルチェンジ空振り、バットが空を切りました、投げました、見送ってストライク、投げました、得意のストレート、空振り三振、和田3球。2回の表、1点を追いかけますホークスの攻撃。この回の先頭バッターはデスパイネ、打った、流し打ち、ライトの右、ライト前進、ヒット、デスパイネ、いいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。第9投げました、直球ストライク、まずは見送りました。第2球投げました、ストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げました、打った、センター前進、スライディングキャッチ、ファインプレー、ボールは中継、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。バッターは7番上林、ストライク、まずは見送りました。投球これから2球目、打ちました、掴みました、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第9投げた、初球を打った、山田下がっていった、これはヒットになります、ボールは中継、甲斐ナイスバッティングです。ホークス同点のチャンスを迎えます。初球はストライク、まずは見送りました。第2球投げた、ボール、内角高め、カウントワンボールワンストライク、投げた、打ちました、あっとバットが折れた、サードこれは守備範囲内。二塁、2回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。トップバッターは荒木、内角見送ってストライク、初球ストライクから。第2球
投げた、内角ボール、わずかに外れました。カウントワンボールワンストライク、追い込んで投げた、ストレート、空振り三振、2者連続三振になりました。第9投げました、初球空振り、少し迷ったか和田、なかなかうなずきません。投げました、ストレート、もう追い込んでいます。第3球打った、川島バックしていった、ヒット、中村いいバッティングを見せました。バッターは8番大引き、低めボール、これはわずかに外れています。外角低めいっぱい、ストライク、伸びのあるストレート、ストライクになった、ボールを2塁へ送った、盗塁を許します。ランナーを2塁に進められてしまいました。追い込んでから投げました、打ちました、取りました、2塁へ送る、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。投げました、初球空振り、1球目空振りから第2球、危ない球、投げました、真ん中ストライク、次が4球目、投げた、空振り三振、最後は伸びのあるストレート、和田、ワンアウト2塁、ホークス、この回1番からの高打順になります。右バッターボックスはトップバッターの川島、今日2度目のバッターボックス。第2球投げた、外角高め、外れてボール、カウントはワンボールワンストライクです。投げた、3球目空振り、投球これから4球目、打ちました、大引き、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。第9投げた、初球から打ってった、センター前に出る、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番柳田、第1打席はキャッチャーフライに倒れています。1球目ストライクから投げた、打ちました、ピッチャー返し、そして今拾い直した、アウト、3アウトチェンジ。ホークス、スワローズ、この回は打順よく1番からの攻撃、先頭バッターは坂口、今日の第1打席はスイングアウト。第2球投げました、流し打ち、どうだ、松田ボールを取る、一塁送球、記録はヒット、バッターは2番山崎、これが2度目のバッターボックス、あーっとショーフライになった、ファウルボール。さあ次の投球、バントした、ピッチャーの左へ転がした、サード取ってアウト、ランナー2塁に進みました、ワンアウトランナー2塁に変わります。第2球投げました、2球目ストライク、投げました、低め決まってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第5球投げました、打ちました、いい当たり、レフト前クリーンヒット、二塁ランナーそのままホームへ向かった、ホームイン、スワローズ1点入りました、2対0。バッターは4番山田、第9球アウトロー、ストレートは外れてボール、2球目空振り、伸びのあるストレート、投げました、ストレートはストライク、次は4球目、投げた、打った、ライナーだ、ヒット、山田ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。投げた、直球ストライク、第2球投げた、外角低め、見送ってストライク、さあ2ストライクと追い込んだ。第4球は三振、バッターは6番荒木、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。投げた、高め決まってストライク、投げた、決まってストライク、投げました、空振り三振、最後は伸びのあるストレート。ゲームは中盤戦に入ります。トップバッターは内川、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第2球投げました、これもしかし空振り。第3球ストライク、空振り三振、最後は145キロストレート。右のバッターボックスは5番デスパイネ、1球目ストレート空振り。第2球投げました、真ん中にストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げました、打った、これは内野へのフライだ、キャッチャー落下点、取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番松田、第1打席はセンターフライに倒れています。第2球投げました、打ちました、第3球流
し打ち、ファール。第4球を投げた、打ちました。大引き、掴んだ、一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。ホークス、わずか3人で攻撃が終わりました。4回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは中村。第2球投げた、アウトコース低め、ボール。慎重に攻めてきます。カウンター2ボールのストライク、ストライク。第4球を投げた、打ちました。サード左、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番大引き。第1打席は内野フライに倒れています。打った、流し打ち、内川ボールを掴んだ。内川そのままベースを踏んで2アウト。バッターはピッチャー小川、ストライク。第2球投げた、打ちました。ボールは中継、小川いいバッティングを見せました。打順はトップに帰って坂口。第2球投げた、ストライク。これで追い込みました。投げました、打った、ピッチャー返し、抜けた、ボールは中継、坂口ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。第2球流し打ち、どうだ、小川一気にホームへ、ボールは中継、スワローズ1点入りました。3対0。先ほどタイムリーを放っているバレンティン、投げました、決まった、ストライク。第2球投げました、打ちました。ボールにご注意ください。第3球は打った、川島交代、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。4回の裏が終わりまして、5回の表、これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターは上林。第1打、打ちました、初球打ち、ファウルグラウンド、キャッチしています。第9投げました、初球を打ちました、レフト前進、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャー和田、投げました、見送ってストライク。初球ストライクから投げた、打ちました、ファウルボール。第3球を投げた、内野ゴロ、リベロ取った、サードから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。ホークス、5回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは山田。投球これから2球目、サークルチェンジ、見送ってストライク。インロー際どい球、ボール。ツーボールワンストライク、バッティングカウント。投げた、打ちました、フラフラッと上がった、ピッチャー落下点、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番リベロ。ここまで2三振といいところがありません。初球空振りから、第2球投げた、ボール。カウント1ボール1ストライク、投げた、ボール。カウントは2ボール1ストライク、投げました、まっすぐ空振り。次は5球目、打ちました。投球はこれから6球目、変化球、空振り三振。バッターは6番荒木。ここまで2三振といいところがありません。投げました、インコース見送ってストライク。投げました、直球ストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。打ったいい当たりだ、破った、ボールは中継、荒木いいバッティングを見せました。バッターは7番中村。直球見送ってストライク、投げました、2球目空振り。これで追い込みました、投げました、流し打ち、ファール。第4球を投げた、ボール。カウント1ボール2ストライク、ストレートはボール。カウント2ボール2ストライクです。打った、流し打ち、ファールボール。一塁牽制球を送ります。一塁タッチセーフ。次が7球目、打った、痛烈な当たり、ヒットになります。中村ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。ツーアウトランナー一塁二塁となりまして、大引き。今日はセカンドフライとファーストゴロ。投球はこれから3球目、打ちました、ファースト左横のフライになりました。掴んでこれでスリーアウトになります。和田なんとか踏ん張りました。
試合は後半6回に入ります。トップバッターは川島。投げた、外角見送ってストライク。伸びのあるストレート。投げた、流し打ち、どうだ、ヒット。川島、いいバッティングを見せました。バッターは2番今宮。今日はサードフライと先端初球を打った。1、2塁間への当たり、セカンドフォースアウト。アウト、ゲッツー。ツーアウトランナーなくなりました。投げた、決まってストライク。まずは見送りました。1球目ストライクから第2球。投げた、打った、中村余裕があります。取って、これで3アウト、チェンジ。スワローズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターピッチャー小川。第2球投げました。2球目ストライク、軽く追い込んでまいりました。流し打ち、ファーストジャンプ、これはヒットになります。ボールは中継、小川ナイスバッティングです。バッターはトップに帰って坂口、初球バント、ピッチャーの左へ転がした。一塁送球、アウト。ランナー二塁に進みました。ワンアウトランナー二塁に変わります。初球決まってストライク。第2球投げました、スライダー見送ってストライク、これで追い込みました。投げました、外のボール泳いだ、サード後方のフライ、松田バック、あっと落とした、落とした、記録はサードのエラー、サードのエラーです。第9投げました、外れた、ボール。投げました、インコース低め、ストライク。第3球を投げた、変化球見送ってストライク、追い込んでいます。見送ってボール、どうやら肘の違和感で、どう、ホークスピッチャーを変えてきました。和田降板、右の千賀ピッチャー負傷のためにマウンドに上がりました。第9投げた、空振り三振、三振に切って取りました。ここまで2安打の山田、投げた、インコース高め、ストライク。1球目空振りから打ちました、レフトへのフライになった、取りました、これで3アウト、2者残塁。ゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターは内川、今日はセカンドゴロと、初球から打ってった、山田ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。第9投げた、初球空振り、チェンジアップに全くタイミングが合いません。投げた、打ちました。第3球を投げました、打った、レフト前に出る、バレンティン取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番松田、今日はセンターフライとショートゴロ、打ちました、初球打ち、山田ボールを取る、一塁へ送る、アウト、3アウト、チェンジ。ホークス7回の裏、スワローズラッキーセブンの攻撃に入ります。この回のトップバッターはリベロ、今日はここまで3打数ノーヒット、3三振。投げました、打ちました、第3球を投げました、打ちました、内川下がっていった、ファールグラウンド、ボールをつかみました。第9投げました、直球ストライク低め。第2球投げました、外角低め、外れてボール、カウントワンボールワンストライク、ストライク、タイミング合いません。投げた、打った、打球はセンターへ、ヒット、ボールは中継、荒木いいバッティングを見せました。バッターは7番中村、今日4度目のバッターボックス。一塁ランナー出た、打ちました、ヒットエンドラン、ファーストハーフライン、アウト、ダブルプレイ、スリーアウト、チェンジ。さあここは守備を、8回の表3点を追いかけます。ホークスの攻撃、トップバッターは上林、初球を打ちました、三遊間の打球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番甲斐、投げた、ストライク。第2球投げた、打った、フラフラッと上がった、ピッチャー落下点に入りました。小川掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャー千賀、危ない球、投げた、打ちました、美優君ライナー破った、ヒット、ボールは中継、千賀ナイスバッティングです。打順は1番に帰って川島。第9外角高め見送ってストライク、まずは見送りました。投げた、2球目空振り、追い込んで第3球を打ちました、キャッチャーの頭上、キャッチャー落下点に入りました、取ってアウト、スリーアウト、チェンジ。一塁の
8回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。先頭バッターは大引き。今日はここまで3打数ノーヒット。直球決まってストライク、タイミング合いません。第3球を投げました。見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。ボール、インローへ。カウントはツーボールツーストライク。投げました。ストレートはボール、ギリギリのところ。ボールカウントスリーボールツーストライク、外れました。フォアボールです。フォアボールでノーアウトのランナーを出しました。第2球投げました。バントしました。ピッチャーへ転がした。一塁ランナー二塁を蹴って三塁へ。タッチはアウト。送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。投げました。インコース引っ張った。打球はライトへ。ヒットになります。一塁ランナー二塁を回った。坂口ツーベースヒット。ピンチを広げてしまいました。さあここは守りどころです。ホークス、ここで前進守備をします。第2球投げました。ボール、カウントワンボールワンストライク。打った。左中間へ持っていきましたがヒット。ボールは中継。続いて二塁ランナーのホームイン。スワローズ2点入りました。5対0。先ほどからサードの守備に入っています藤井。第2球投げた。インコース高めストライク。もう追い込んでいます。打ちました。右中間へのフライですがこれはヒットになります。藤井、いいバッティングを見せました。ピンチを広げています。さあ次の投球打ちました。松田交代、掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁3塁変わりません。投げた、打ちました。ファール。第2球投げた、見送ってボール、外れてワンボールワンストライク。第4球を投げた、打った、センターへ持っていった。掴んでこれで3アウトになります。8回、さあいよいよ9回に入ります。この回の先頭バッターは今宮。今日はここまで3打数の初球を打った。レフト線ぐーっと打球が上がっていきますがヒット。ボールが転がる。バッターランナー二塁蹴って三塁へ。今宮スリーベース。今日初めてのヒットになりました。チャンスをものにできるか。第1球投げた、初球はチェンジアップ、空振り。第2球投げました。これはバットの根元、これは打たされてピッチャーフライ。マウンド前方掴みました。これでワンアウト、ランナーは三塁変わりません。打った、ファールボール。1球目ファールから打ちました。ファール。第3球を投げました。打ちました。右中間へ持っていきましたがヒット。ホークス、ようやく1点を返しました。内川タイムリーツーベース、初安打。ホークス見事チャンスをものにしました。ランナー1人を置いて迎えるバッターはデスパイネ。今日はここまで3打数1安打。さあ次の投球打ちました。センターへの浅いフライになった。山崎取りました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第1球初球見送ってストライク。投球これから2球目打ちました。第3球三振、松田スイングアウトの三振に倒れました。小川見事な完投勝利です。ホークス敗れました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は5対1、ホークス敗れました。